白と黒の服しか基本買いません。はい、ご視聴ありがとうございます。カフーです。さて、1年続いてきた仮面ライダーリバイスも、とうとう最終回が来てしまいますね。いやー、毎年思いますけど、やっぱ最終回っていうのは迎えてほしくないですね。もうずっと続いてほしいなっていう感じがするんですけど、まあ次の物語も始まるということで、そこはぐっとね、我慢しないといけないところですが。で、以前から予告していた通り、本日から4日間、仮面ライダーリバイス完結記念といたしまして、連続投稿していくという感じになっておりますが、本日は五十嵐大二、仮面ライダーライブ、かげろう、仮面ライダーエビルを料理に例えてみた、やっていきたいと思います。今回作った料理はもうそのまんまって感じですけど、やはり大二とかげろうっていうのは光と影であり、白と黒であり、そして、この二人で欠かせないといえば、やっぱカレーライスかなというところでしたので、白カレー、黒カレー、こちらのコンボを作ってみました。いや、再現料理にしろ、この創作料理にしろ、リバイスを元にした作品って、カレー多くないっていう風に思われるかもしれないんですけれども、非常に多いですね。前回のバイスの時もトマトカレー作ってますからね。今回白黒カレーっていうことで、もうどんだけカレー作るんやって感じですけど。まあそれだけね、やっぱね、仮面ライダーリバイスはカレーなんですよね。いや、この言い方だと語弊があるな。リバイスイコールカレーみたいな感じになってしまう。それはダメですね。にしても、リバイス作品中の中で、大二の立ち位置っていうのはすごい大変な部分なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。おせっかいな兄貴がいて、それに振り回される。信じられない会社に所属している。倒せない敵を目の前にしていると。なんか自分が同じ立場だったらもう投げ出してそうな感じがしますけれども、まあ一時はなんかちょっとね、大二も闇落ちしてしまったような感じもしましたが、最終的にはかげろうに助けを求めて、かげろうと共闘してエビリティライブになると。あの展開はめちゃくちゃ熱かったっすね。いやさ、ホーリーライブで羽入るじゃないですか。あれもめちゃくちゃかっこいいのに、エビリティライブになってマント付きになるとかマジやばいでしょ。もう二重にかっこよくなっちゃうじゃないですか。でもね、今回ね、私が推したいのはね、黒いラインが入ったってところですね。マスク面、ボディ面、まあ、至るところにこう、ホーリーライブからこう、プラスして、まあ、かげろうの黒い線が入ったっていう感じなんですけれども、あれが一つ入ることによって、なんであんなにめちゃくちゃかっこよくなるんだって感じですね。まあ、歴代の仮面ライダーの中で、結構好きなフォームっていうのが、黒が入っているフォームが多いんですけれども、やっぱ黒は偉大だな。そういえば、仮面ライダーライブのフィギュア化されましたね。もうしっかりとプレ版でポチりましたけれども、これで五十嵐3兄弟のフィギュアーツは全部揃ったっていう感じになると思いますけど、あと出てないのがオーバーデモンズとパパさんのデストリームベイル、そこら辺か。まあまあでもそのうち多分出ると思いますけどね。その前にホーリーライブとかエビリティライブとかインビジブルジャンヌとか、まあそういう強化フォームが出たりするのかな。歴代の仮面ライダー見てても2号ライダー、3号ライダーの強化フォームってなかなか出ないんですよね。まあ、あるとしたら、例えば V シネとかで上映開始されたタイミングで同時にこう発売開始するみたいなことはあるかもしれないですけどね。まあ、そこら辺はね、楽しみにしておきたいなと思いますけど、おそらくライブエビルの V シネあるでしょ。まあ、TTFC でね、ジャンのアキレラのガールズリミックスみたいなのがありますし、これでね、大二かげろうだけないっていうのはかわいそうなんでね。東映さん、石の森プロさん、お願いします。今日の動画もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは、特撮作品に関連する料理を配信しています。チャンネル登録、高評価、そしておすすめの動画も見てくださいね。